どうもバロンザーマツです。本日は茨城大ニュータウン紹介ですね。近隣名店紹介となっております。いつもご視聴ありがとうございます。茨城大ニュータウン随分栄えてまいりました。本日はですね、視聴者コメントやってみたシリーズということで、近隣にあるスーパーへお邪魔したいと思います。視聴者様よりですね、貴殿もご存知とは思いますが、箕面森ニュータウンにトライアルという店があります。この店が茨城台の新しい食料補給基地になると思われますが、忙しいとは思いますけども、一度取材の方をお願いいたします。はい、約ね十数分で着くということで、まず貴殿のますますの活躍をお祈り申し上げておりますということで、ね、素敵なコメントありがとうございます。早速実行してみたいと思います。はい、実際距離としてはですね、今現在茨城台ニュータウンの山下になるんです。一つ山を越えるとですね、茨城には閑静なですね、山手台というのがあります。山手台サニータウンと申すんですけども、私そこに一回ね物件を持って住んだことがあるんですけども、まあ、それは置いといて、そこにある辻富さんが閉鎖になっている状態なんですね。でそこはまあ立派なスーパーですね。何でも買えるっていうことだったんですけども、そこから考えますと、実は同じぐらいの距離にですね、なんとそのトライアルさんがあると。皆さんトライアルさん行ったことございますか？私実はその箕面の南のニュータウンの方のトライアル行ったことがなかったんですね。でこのコメントのおかげで、あ、そういえばあそこあるなって、すごい東大元暮らしなんですけども、ぜひとも皆さんにねご紹介したいと思います。そうやってですね、視聴者様のアドバイスとかをいただいてですね、なるほど確かに近いじゃないかってね、気づきもあるので、今後とも皆さんのねコメント楽しみにしております。いろいろと教えてください。でその山手台の方はですね、辻富さんが潰れたのもすごい大きなニュースになったんですね。同時に何店舗も、まあ、要は破産してしまったということで、破産管財人がついて物件を抑えられてしまったので、なかなかね立ち上げることは難しいんじゃないかと、まあ、裁判事例になってるんでね、でそうだったんですけども、なんとね今年中に復活が見込まれております。まあ、違うスーパーさんが入るんですけども、でそれについてのニュースはですね、視聴者様の皆様とかね、直接 DM やメールいただいた方もいらっしゃいましたし、実際ねネットニュースももう出てました。ですのでよかったら調べてもらったら、山手台の方もいよいよ復活ということでね。まあ、山手台の方は、店舗の大きさでこうトライアルさんほどではないので、逆にトライアルさんをご紹介するいいタイミングやと思ってね、本当に感謝しております。で、まあ、トライアルさんといえばですね、まあ関西では有名な江南というホームセンターがあるんですね。まあそれに大体関西スーパーとかひっついたりするんですよ。まあ関西じゃ関スパとか言うんですけども、はい。でその江南と関スパを合わせたような形がこれトライアルさんで、特にねコメントいただいた食料補給基地になると思われますがということがその通りで、食料って言ってもね、お肉から何から何まであるんですね。それもまた素晴らしいということでね、ぜひね店舗も含めてご紹介したいということでございます。こちら今能勢方面へ向かっているところですね。能勢豊野方面となります。茨城大ニュータウンもですね、近年にねたくさんのお店が出てるので、このチャンネルでいっぱい紹介してもいるんですけども、まあ、この近くには勝手に私が申し上げております同盟都市、希望が丘もあります。希望が丘はね、すごい整備が行き届いてて、家の区画も大きいですし、ちゃんと住宅密集地になっておる上に公園もあるということでね、茨城大ニュータウンよりかは平地になっておるので、すごい過ごしやすくて、車の行き来もすごい便利なとこなんですね。まあそちらを注目していただいてもいいかなと思うんですけども、まあそこから距離も近いので、割とこういうトライアルさんみたいなとこを紹介する方が、今後ですね、こちらに別荘であったり、実際に本格的にご入居なさるときもね、あ、なるほど、こんなんあるんやったら、まあ車があれば大丈夫かな、ということでね、皆さんの課金を少しずつでも下げていけるように映像の方を残していきたいと思います。本日は7月の中旬の動画となっておるんですが、撮影の日がね。見てください、空美しいでしょう。本当にね、茨城とかですね、箕面の山奥っていうのは、都会田舎でね、あっという間にこう自然の、まあ、例えばそうですね、鳥取とか長野県の道路を走ってるようなね、しかもね、信号がない。これが素晴らしい。ですので、単車乗り、サイクリングの方、そして車、特にオープンカーとかもね、乗られる車の大好きな方もね、この道は非常にね、涼しくて気持ちよく、そして太陽の日差しも浴びれてね、素敵なドライブコースになるのではないでしょうか。そういう感じですね。まあ、人生を楽しむ上でですね、まあ、やっぱりこう都会の喧騒に疲れると田舎って行きたくなるじゃないですか。まあ、僕で言うなら、まあ、スキーとかスノボとかやらないですけど、まあ、雪山を見たいなとか、まあ、ひまわり見たいなとか、山のところでコーヒーいっぱい飲みたいなっていう時に、実は茨城大ニュータウンとか、希望が丘ですね、この辺は非常に環境がよろしいということになります。もちろんですね、日常生活を送る上で都会に慣れてしまった方がすると、まあ、バスが少なかったり電車がそもそもなかったりね、まあ、そういった
ことがあるとですね、ああ嫌だなって思う方がいらっしゃるのも事実だと思います。それもその通りです。でもまあコンビニで弁当を買ったりご飯食べたりするのって便利やからコンビニエンスって言うじゃないですか。でもね、その便利がゆえに急いでる毎日ってあると皆さんも思いませんか。人生っていうものは、例えばですね、もう僕おじちゃんなんでちょっと若い方には古臭い言い方になるって恐縮ではありますけど、あえて言います。昔ってラブレターってあったんですね。ラブレター、要するに自分の、字めちゃくちゃ綺麗に書いてですね、汚い字書いたら心が伝わらんなんて言われて、ね、一生懸命習字習った方を見たと思うんですけども、大好きな女の子に手紙を書くっていう作業っていうのは本当に、ね、緊張しながら、まあ、古臭い方すると便箋に、ね、書くわけですよ。はい、今 LINE でしょ、メッセンジャー DM でしょ、じゃなくて手書きで書くんです。でポストに自分で入れに行く、もしくは、切手を貼って送るの2つでまた子供は選択をします。直接持っていけばここまで来たんだなっていうことで思いが伝わる場合と、気持ち悪いって言われる場合もあるんでね、郵送した方がいいっていう場合もあるんですね。これも駆け引きなんですね。そしてその後毎日毎日自分はポストを開けることになります。一日先週の思いで待ちます。ラブレターの返事です。いいか悪いかわからない。でもサッカーやって帰ってきた帰りポストを毎日開けるようになります。で私の場合でしたね、お母さんにね、いつも勇敢とって偉いと褒められるけど、実はそういうことじゃなくてですね、親孝行したいとかね、少し役に立ちたいで、その手紙が入っているかどうかを一日先週の毎日毎日開きます。1週間後、手紙が届きます。白い封筒に入って切手が貼ってありました。ね、ここまでは来てくれなかったが、さあ中身を読もう。こうやってですね、真心込めるのに、結果を待つのになんと1週間とか2週間平気でかかったんですよ。好きな女の子がね、結構無頓着の人は1ヶ月ぐらい平気で手紙もはがきも来ない、まあ、そんな中で私たちは小学校時代育ってきました。私昭和50年生まれの男になるんですけども、それをね今振り返ると一瞬で帰ってきて既読がついて、あとりあえず見たな、俺の意思伝わったなっていうのはもう本当に 0.1 秒とか2秒とか3秒なんですね。株式もそうですしね、今言ったらもう完全にオール電化みたいなもんですよ。はい、完全に AI が起動してますので、何円だったら売る、何円だったら買うみたいなのも入れておくとさっさかさっさかやってくれるんですね。便利になりました。本当に便利になった。それはやっぱり先人たちの努力と工夫のおかげの上に僕たちは立ってるんですけども、一方で忘れていただきたくないのはその手紙の1週間の自分なんですね。あの結果がどうであれっていうことを付け加えることができるのがラブレターのいいところなんですよ。結果振られる、まあ、手紙が1週間に届いても1週間悩んでくれたんですよね。そうやって自分たちで汲み取るね、その時間もう、結果が分かんないと嫌だよ、イライラするよっていうのは試験の合格通知と同じなんですけども、一方でそこで大人になっていくような気がするんですけど、皆さんいかがでしょう。そういった田舎の、ちょっと不便だけれども隣近所とね仲良くしながら一緒に暮らしていく、確かに煩わしいこともあるでしょう。すぐ答えが出ないこともあるでしょう。ググって調べれば分かることも、おじさんに聞けばなかなか答えも出ないこともきっとあるでしょう。でもそういった中にですね、こう人間の情緒ってやっぱあるんですよね。不思議なんですよ。海外行かれた方とかよく分かると思うんですけども、例えば韓国でもね、アメリカでもどこでもいいです。でもう何言ってるか分からないし、まあもう看板見てもどの電車に乗っていいか行き先さえ分からない時もですね、一生懸命伝えるとですね、優しい人がいてね、これはこういうことかい、ああいうことかい、じゃあこれだよ、この切符買いなよって言って買えた時の喜び、ついね抱きしめたり握手をしてしまうような気持ちになるのはですね、それはコミュニケーションとして最も美しい、伝わったということが双方に分かるんですね。困ってるから助けてくれた人で、切符買うことさえ困るけれども、それを一生懸命買いたいと思う人、やっぱり人間というのは、まあ、ボランティア社会奉仕もそうですけど、とにかく一生懸命やりたいっていうのが行動や、ね、態度に出るとですね、みんな人間ってこう抱き合うというかね、肩を叩き合うといいますかね、押し付け合うことなく一つのものに対して惜しみなく時間を使うことができる。これは田舎のね、特に魅力だと私などは思ってるんですが、いかがでしょう。都会だからないよっていう意味ではないですよ。田舎は特にそうしないとやっていけないところがあるんですよね。はい。ですので、その一日先週の思いで待つラブレターのぬくもり、たとえそれがいい結果でも悪い結果でも、その一週間は同じように悩む。それ自体が実は辛いことではなくて、幸せなことだったと。気づけるのは、これやっぱり急ぎ足ね。まあ、超、便利が高い、利便性の高い生活の中で、唯一立ち止まれる場所。それが、先ほどのラブレターということで、例えさせていただいたんですけど、皆さんどうですかね？響きました？皆さんもしませんじゃん。僕、しかもね、手紙来て振られたんですよ。もう最悪やなと思って。なんやん、もうそれ、明日送ってこいよ。だから、内心思うんですけど、学校で言えよ、みたいなね。学校でニコニコしてるぞ、お互いね。まあ、悲劇ですよね。何もなかったからね。
はい、まあそういうね幼き頃があったんですけども、いやこう見えてね、私バロンザーマスね、男爵と言われるだけあってですね、モテた時期もありました。あのね、人生にモテ期の波は3回来るなんて言われてね、もう3回使い切っておるんですけども、やかましいってね、いやわからん、4回目の波がね、ビッグウェーブ来るかもしれませんけども、僕結構モテた時あってね。でもね、あのラブレターもね、5枚10枚もらった時も5枚10枚全部お断りの手紙ちゃんと書きましたよ。でしかもね、僕はあの後々文学青年に目覚めておりますので、あの背景とか鬱陶しいですよね。今ディアーって言ったら DAR ディアー、ね、親愛なる何々様へみたいなのあるじゃないですか。その頃そのことをおっしゃって、ね、あの貴殿に置きましたよみたいな武士かよって言われたんですけど、で今ね、あコメントで貴殿って言われたら、ちょっとね、あの昔の自分を思い出して実は心地いいですよ、貴殿ってね。木の殿と書きますね。昔はね、あの貴様っていうのもね、悪い言葉に今聞こえるかもしれません。木の様なんですね。ね、貴様と俺とは同期の桜なんて軍隊の歌もございますけど、貴様というのは非常に心を分かち合った上にあなたを立てますよという尊く、そして様がついて、ね、様式のようですね。めちゃくちゃ敬い号だったの知ってます皆さん。ただ貴様ってなるとね、もう怒られてるイメージになるでしょうけども、まあ、そうやってですね、まあ、呼び名はどうでもいいとしても貴殿ってね、うん、尊い殿よって書いてくださってありがとうございます。私それをあの言い方ものすごい悪いですけども、あのお断りするラブレターで貴殿はって書いて合格不合格書いてね、まあ、後々僕なんかね散々振られることになるんでね、もうビッグウェーブも来なくて、ね、もうしょんぼり暮らしておるんですけども、まあ、そういったことも含めてですね、まあ、思い出とともに生きる中でこの自然道を走るとですね、これがとても茨城や、美濃市のね山奥走るちょっと思えないですね。本当にね、めちゃくちゃ緑豊かでしょ。太陽が照ると余計に緑ってね美しく見えますので、まあ、そういう意味ではですね、あの茨城大ニュータウン、もしくは希望が丘、もう希望だらけでございます。茨城大ニュータウンは茨城ですからね、いや茨城市じゃなくて茨城大ニュータウンですかね、 GI、ギーですからね、ギーですね。茨城県も茨城が正解ですか、お城とか、ね、茨城と言います。はい、まあ、これはまあネットだけじゃなくて、ね、全国的にあの茨城って濁りやすいですけど、実は茨城県というのは皆さんご存知だと思うんですけども、ちょっとねそのラブレターの話、皆さんそれでちょっと胸の中に置き留めて自分たちはどうだったかなと考えてみてください。私より先輩になってきますとあれですよね、そんな手紙を送った日にはあのファイアーウォールであるお父さんお母さんがね、もうビビン破いて届いてないとかねむちゃくちゃ分厚かったね、昔の親父、おふくろ、じいちゃん、ばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃんにね、あの仲良くなってね、将棋とかさしたついで、これ、まあ、お孫さんに渡しといてって言ったら、笑顔で渡してくれるんですけども、お父さんは焼きになってますからね、もうファイアーウォールですよ、炎の壁ですから、ね、全部焼き尽くしてやると、ね、昔ね、あの8時ぐらいかな、7時、いや、20時ですよ、ご飯食べ終わったぐらいに、まあ、好きな女の子に電話したわけですね。うん、あの何々中学校のマスターと申しますがね、何々さんいますかって言ったらね、ああごめんね今お風呂入ってるからって、1時間後にかけてきてみたいなこと言われるんですよ。で1時間後にねぴったり1時間時計を測ってもう一回電話するじゃないですか。もちろん家の置き電話ですよ、スマホなんかないですからね。で電話したら、ね、もう夜なのにかけてくんなって親父に怒られるんですよねいやさっきおばちゃん電話1時間かけてきてって言ったらガチャーみたいな聞いてくれへんのかあのクソ親父なんてね思ってましたけど、まあ、そのおじさんとですね後々公園とかで会うとですね、あの時はすまなかったなんてね、後で妻から聞いたんだよなんてこと言われるとですね、なんかそれも許せてしまう大人ならではのあの面白さ、逆に子供の方が大人になったりとかですね、子供の大人の方が子供になったりとか、そういうねやっぱ駆け引きっていうか、あのコミュニケーションですよね、があったんですよね。まあ、娘は愛するがゆえのファイアウォールですから、はい、だから害虫を駆除してやろうみたいなね、ものすごい防波堤になってですね、最後はね、あのマスターっていうやつが電話かけて切っておけと言って奥さんにね言ってる声が聞こえたりしておいおいちょっと待てよって、で娘さんに聞いてくれよって言ってね、で娘さんはね言いました、私はパパにねねザーマス君好きだと言ったとね、それからお父さんは私に口を聞いてくれませんって何嫉妬ね、お父さんの嫉妬面白いですよね。本当に娘が大好きやったんでしょうね。その娘がだんだん大人になってきてね、昔はパパと結婚するって言ってね背中におぶられてたんですってね、その女の子ね、それが今やね生意気にもね他に異性の男がおる、どこの虫のもんやとね、ざわますっちゅんかって燃やしたろかぐらいまあこういうのがですね、単体で全てをあのオールインワンで完成できるスマホと違ってですね、固定電話の苦しみで、あのメールはメールでも手紙がメールですかね、この電信じゃなくてですね、電信も古い言い方やな、書面に出すというこの責任感、
そして誰に開けられるかわからんというこの不安感と共に戦うね、この1週間2週間は、ね、非常にね愉快なんですけども、皆さんそういう緊張感とかね、他人にやたらと干渉されるっていうのがね煩わしいとは思うんですけど、一方でちょっとね楽しんじゃうとね人間力磨かれますよというね、はい、そういう話をね特に20代30代聞いていただきたいと思うので言ったんですけども、あのこの我らがザーマスチャンネルはですね、視聴者の約、7割の方が私より年上の50代から70代という統計が出ておりますそんな統計出るんですよ、ちゃんとね。面白いでしょ。ですからね、あの、私たちの先輩たちに、ね、一緒に昭和を感じて笑っていただければという意味でもね、こういうラジオ感覚を今後も続けていきたいと思います。さあ、いよいよですね、新しくできました街、ミノーのね、タウンでございますよ。前の階段だけでものすごいね、えげつないぐらい高いところ上がる階段なんですね。これはちょっと驚きましたが、実は新興住宅街が各所に増えてきております。そしてですね、この中にトライアルさんできておるんですけども、今回はですね、いつも、アシスタントで頑張ってくれてる、うちのスタッフにですね、何でも買ってあげるからっていうことでついてきてもらっています。はい。ですので、彼女が一体何を買うのかも含めてですね、まあ、トライアルさんに何があるのか、ちょっとね、見ていただければと思います。もう間もなくの到着になるんですけども、ここ綺麗でしょ、ミノいいんすよ。これはサイトよりもう一個山上なんですね。サイトもいいですけど、サイトはもうね、高級住宅街です。はい。英会話もできるね、幼稚園とかもあるぐらいなんでね、それはそれで素晴らしいんですけども、それとは別にですね、もう一段上に上がったミノーですね。こちらはミノートドロミインターと言いまして、阪急じゃないです。茨城台で言いますとですね、仙台寺インターがあるので、その新しい新名神通りにできた街なんですね。道路も綺麗で広い。そして見えてきました、トライアルさん。さあ、規模が違いますよ。こんなところにこんなでかいものがあって、いや、逆にこんなところだからよりでかく作れたというか、はい。何よりね、お客さんめっちゃ来てます。これ平日なんですよ。平日の昼間以降。なのに、車の数見ると、まあ来てるんですよ。奥の方行くとね、ずらーっと並んでるわけですね。もちろん、この手前は暑いからみんな空白ですけどもね。結構ね、買い物客が来やすい場所にこのトライアルさんはございました。はい。僕は店舗の中に入るのも初めてです。ここについては。では視聴者様のおかげで、ね、教えていただいて、さあ何買おうかなって感じなんです。結局僕何も買わないんですけどね。はい、同行しているスタッフさんがいっぱい自分の分あのお家に持って帰っていいよと言ってあるんで何でも買おうとしておりますね。そちらの方ね、現地の音声とともにですね少しご確認くださいということで車を止めに行きたいと思います。いや思ったより人多くてびっくりしたな。そうしましたらですねもう間もなく到着ですので、買い物編行きたいと思います。はい、到着いたしました。はい、いや新しくできたんですね。ねえ、めっちゃ綺麗なんですよ。僕知らんがな。周りがさ、あんな綺麗だと思わんかって。はい。はい、ちょっと見ました、みんな通ってる道。いつまで開発されてこんなにいっぱい家建ったんですね。ねえ、すごい。我が、茨城大ニュータウン同盟としたんで、ここもね。うん。はい。よかったら行ってみようということなんですけど、今日はいつもね、アシスタントさんとしてお世話になってるので、今日は君の欲しいもの何でもこのトライアルで買わせていただきます。やったー、ありがとうございます。君のお買い物に来たという設定ね、ちょっと買いに行ってみましょう。はい。それでは、レッツゴー。はい。カイエン君でね、やってまいりましたけども、ヒエセンはでかいな。え、通れました。通れますよ、みんなあの動画上でね、あの、はい、小さくで通れないみたいになってますけど、実際あのぐらいね、でかい車通れますからね。ね、今だって駐車場の枠ギリギリや、はい、今日全然余裕でございます。じゃあトライアルさん行ってみましょう。はい、焼きも欲しいな。ベニハルか。え、99円。安っ安っ。いいよ、カイエン。いや、もうこれ79円にしろよ。はい。え、だから、港南と生鮮食品がひっついたような感じだよね。家電もあるんですか。ほんまや。いや、あかんで、ちょっと。ちょっと何回転なの。いや、何でもいいよって言っちゃったけど、何でもあるんですよ、トライアルって。ここでかいよね。でかい。せいぜい靴下ぐらいと思ったら、なんか家電を。うわー、うん、電池ぐらいやったらええぞ、電池。電池ぐらい。うん、もうやっぱ港南と同じなんですね、スタイルはね。2019年できたと気づきませんかった。ねえ。お肉ばっかり買いました。肉ばっかり買いました。果物と、はい、トマト多かったですね。あ、トマトね、めっちゃでかいのありましたよ。びっくり。お前ら。早くさ、早く詰め込むんでしょ。はい、買い物いかがでしたか。いっぱい楽しんで買えました。めっちゃ買ったね。めちゃくちゃ買ったね。ありがとうございます。ちょっと暑すぎるわ、その前今日ね、うん、はい、5833円分ね、彼女は購入されました。お肉とスイーツばっかりですね。
ありがとうございます。やっぱ好き、お肉。お肉好きです。ありがとうございます。で、実際こうトライアルさん使ってみてどうでしたか？あの、ホームセンターとスーパーが一緒になってるから、うんうん、なんか家族で来て全部終わらせれる感じか、この買い物。そうですね、はい、しかもいいのがそのお父さん、子供、お母さんで欲しいもんちゃう時あるじゃないですか、全部揃ってますよね。そうですね、港南と関西スーパーが合体したみたいな。あ、うんうん、本当にそんな感じ。で、生鮮食品他もめっちゃ品揃えもいいし、はい、電池も買えるし、家電買えるし、はい、服も買えるし、はい、焼き芋も買えるし、はい、ケーキも買えるし、買えるし、ね、冷凍食品も山ほど買えるし、はい、ビールも買ってる人も多かったしね。バーベキューコンロみたいなの売ってましたし。そうですよね、はい、キャンプセットね。そうそうそう、トライアルさん実はこれ2019年できたら僕知らなくて、教えていたいね、市長さんに、うんうん、いや今実際めっちゃええなと思って、だってこの時間でめちゃくちゃ車来てますからね、はい、という意味ではね、非常に使いやすいという意味では茨城台ニュータウンにおいてもね、まとめて何でも買いましょうかっていう場合はこちらに来ていただいた方が近くてええもんが、そうですね、買えるとですね、はい、あとは近代装備なのでセルフレジがですね、もともとこうコロあるじゃないですか、おしゃれカートカートに端末ついてるんですよ、はい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 、ピッ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 、そこで会計しながら行けるんですよ。すごいすごい最新鋭、お孫さん連れてきたらね、楽しく買い物やってくるうん、うん、はい、というわけで本日はですね、茨城台ニュータウン周辺近隣名店紹介、はい、トライアルさんですね、はいはい、こう一応箕面市になりますので、はい、だから亀岡市の茨城台ニュータウンから出発1分で茨城市に入って、うん、でそのお隣、西都の町もある箕面市ですね、はい、こちらをお越しいただくということで、全然時間もね、かかっちゃう、はい、ただちょっとね、こっちのルートは信号と車が多い、バイク、ね、車自転車が多いので、はい、ちょっと減速して走りますので、はい、少し時間はかかるようにイメージ、体感的にはね、あるかもしれませんが、一方でこんな広い駐車で立派なものをいっぱい買えるという意味では、はい、食料補助、倉庫基地としてね、前線基地として素晴らしいということでね、はい、もうありがとうございますということでね、以上となります。はい、それでは失礼します。バーイ。ザ・マスチャンネル食材充実、食材充実、お肉ばっかり、ミスジって買う？イチボ、イチボやったっけ？イチボとミスジあって悩んだんですけど、ミスジにしました。ミスジやね、はい、いや、それ家で食べるもんな、ミスジって部位は。どうなんやろ、でも焼肉屋さんしか聞いたことない。あったらちょっと買っちゃう。ベースで焼くの？焼く、普通にフライパンで焼く。普通に焼いて塩コショウ。ステーキで？はい、ステーキのタイプのやつでした。焼肉用意薄く切ってるやつもあったんですけど、こんなんじゃあかんと、ブロックでしょ。ドンと食べたいみたいな。見せられへんよこんなブロックなやつ買って家で焼くんや。ちゃんと焼けんの、フライパンで。じっくり焼きますよ。軽くか大事なんじゃない？そうです、しっかりじっくり焼きます。じゃあ帰りましょう。はい、ありがとうございます。